ローランド・ベルガーは、ドイツミュンヘンを本拠とする、ヨーロッパで最大の経営戦略コンサルティング会社。現会長のローランド・ベルガーが1967年に設立。現在、世界34カ国に50のオフィスを展開し、2400人強のコンサルタントを擁している。1967年にドイツで設立。創業者のローランド・ベルガーは、ドイツをはじめ EU 経済圏にて、最も影響力を持つビジネスパーソンの一人、ゲアハルト・シュレーダー独首相の経済相要請を断り、その後7年間にわたり、側近としてアドバイザリーを務めたほか、ビジネススクールインセットのボードメンバーやソニー、フィアット、ドイツ銀行、ブラックストーングループ、FC バイエルンミュンヘン等、様々な業界でアドバイザリーボードを務めていることでも知られる。コーポレートビジョンとして、クリエイティブストラタジス・ザット・ワークを掲げている通り、マネジメントコンサルティングに特化したコンサルティングサービスを提供している。クライアントの業界としては、消費財、自動車などの製造業、再生エネルギー、医薬、化学、金融、流通、運輸、IT など幅広い業界で実績を保有。プロジェクトのテーマとしては、全社戦略、企業再生、ブランドマーケティング戦略、ブリックス、新興国戦略、営業改革、新規事業戦略等が多いとされる。また、ヨーロッパを出自としているため、米国系、コンサルティングファームとは異なるカルチャーを持つとも言われている。具体的には、短期的な企業価値向上、株主価値向上ではなく、長期的な視点での成長を志向すること、経営学のセオリーに偏った、トップダウンアプローチを取るのではなく企業の文化、社員の意思を尊重すること、アントレプレナーシップを尊重する、企業文化などが挙げられる。戦略系、コンサルティング会社のマッキンゼー、ボストンコンサルティンググループ、アクセンチュア、ベイン&カンパニー、AT カーニー、アーサー・D・リトルなどが主な競合として挙げられる。1991年に開設され、現在では、約100名のコンサルタントを要するに至っている。所在地は、東京都港区赤坂のアークヒルズ、アーク森ビル23階。現在の日本代表は、大橋ゆずるである。ありがとうございます。